ガタクさんは今まだ、東京にいますじゃあ俺だからこれ昨日こうなると思って連絡したの番組の人に、はい、多分明日静岡やばいっすよっつって、うん、でどうしますよって言ったら、うん、大丈夫じゃないですかねって言って今日それ僕らは前乗りだから、はい、あの人絶対に死んでも当日入れするじゃないですか、はい、だから多分下車とか入れないし俺ら明日帰れないじゃないですかって言ったら、はい、ダメなんですかねって言った結果今こうなりました。もうよかったね、はい、全然大丈夫じゃない。よ始まりました。始まりましたね。ただね、はい、一人アニメになってるんだな。アニメになってるんですか。視聴者さんに僕の方からじゃあ事情を説明します、はい、お願いします。今日また静岡での収録なんですけれどもですね、はい、うちの兄貴が、はい、東京駅で新幹線に閉じ込められておりましてですねまだ現場入りできておりません。はい、はい、でまだちょっとこの後どうなのかわからないんですけれども、ワンチャン今日収録最後まで間に合うか微妙でございます。それない可能性もだいぶありますね。だいぶある。さっき運行状況見たらね、はい、もう無理だったね。無理だった、うん、なので魚拓ファン、魚拓さんファンの方々はですね、はい、今呼び捨てにしましたね。いやいやいや、いないからって、いないことをいいことにちょっといないから油断したんですけど油断した、うん、魚拓さんファンの、ね、方はね、まあ多分おそらく周辺ぐらいにはね、はい、いるかもしれないので、ここで動画を切らずにね。そうですね、最後まで。うん、確か買い物パートだけいるかもしれない、ね、それいいね。この番組は地域貢献のために3人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆様に超豪華プレゼント。いいですね、買い物の時だけてか、思ったけど買い物パート2人だと不利だからさ。そうですね、だってここでじゃんけんしなきゃいけないから、あとは、その乗り打ちどうするかもね。そこですね。勝ったら、うん、黙ってません。黙ってましょうか、うまいこと、うん、で、負けたら、はい、きっちり乗るっていう。そろそろ到着しますよってなったら、ちゃんと打ち合わせしましょう。オッケーです。わかりました。ね、このオンエアされた後に殺されるんじゃないかってね。じゃあ、今日はね、2人揃ってガロ取れました。はい。寝台の P ガロ、月光の旅人。はい。僕、そのガロ3世の公式の番組とかで優勝してるんですよ。はい、優勝？そう。なんていうのかな、全超越王って称号持ってるんですね。すごいじゃないですか。 でその後も僕自分の実践もそうだし、はい、プライベートもそうだし、でおそらくプロの収支トータル10万パス超えてるんですよ。そんなに勝ってるんですか。超得意。それはでもさすがに期待できます ね、うん、もう自信ありますから、はい、なんで目標金額を決めなきゃいけないので。そうですね、回しますか。やりましょうか、はい、いきますね、はい、せーの、はい、3万パスとか出たら無理。お7 7おえってことは7000発。簡単、7000発でしょ。ですよ、全然余裕。しかもテッさん得意なんですね。得意。僕が触れば簡単に2万発出るんで、本当に今日は安心ですね。まあできれば投資も抑えたいですね。そうですね、はい、ですね。ただ僕今こんな話をしながらここにずっとこのアニメがいるんだなって思うとすげえじわじわくるんですよね。絵面を想像するに、どんな絵面になってるのかが気になりますね。見るのが楽しみだな。ツーショットで撮るのかと思ったらまさかの紙で開けるっていう、ね、開けるいないのに、まあ、長くやったらこういうこともありますからね。そうです、はいはい、なので、まあ、エンディングにはおそらくいると思いますので、はいはい、そう、負けたら終わればいいか。負けたら勝ったらしょっちゅうないですかっていう、ね、勝ったらちょっといや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 ってなりまあでもなんか2人変な感じじゃないですか。いや、なんか違和感ありますね。いつもここにそのね、あのおじさんがいるので、登場してるこのカメラの映ってる尺感で言ったら多分あなた一番上ですから。まあ確かにてっちゃんよりは長い。そうよ、うん、俺箱積んでるか、うん、え箱積んでるか。だってしかもほら、魚拓さんがちゃんと水木さんいじるけど、はい、大抵俺遠くにいるから、ね、こっち来ねえから、うん、話題の外にいるし、うん、俺数えるぐらいしか出てないですよ。箱積んで一番出さなくて、で買い物の時だ
キしてる人っていう。そうそうそう、買い物楽しいからね。だって直近も今花々会か、花々とか、はい、沖花会後編が この間リリースされてましたけど、はい、水木あやの株爆上がりってみんな書いてたコメントに。2回目にしてさすがに好感度上がった。好感度上がった。あやを素直って言ってくれるみんなが優しい、うん、ちょっと普通に考えたらバカなんで一応考えてはいるんですよね。考えてはいる。でも冷静に考えたら、うん、あやはチョキ出せばいいだけの話。そう、あのね、そもそもがあれよくよく考えたんですね。2人ともチョキ出すって言ってる以上、2人がチョキ出したら1人が違うの出しても展開がもつれ込むだけなんですよ、はい、負けるか、そう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 、もつれ込みに持っていけるかなのに、そう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 、あの時の私はなぜか素直に出してそうそうそう、ゲットした 人とモンハンやってあげましょうよ。やってあげましょう。ツイッターかなんかに連絡が欲しい。そうだから、もしモンハン買ってくれれば僕と水木さんとやりましょう。やりましょ う、3人でモンハンやりましょう。ちなみに僕前回水木さんとモンハンやったんですよね。あ、やりましたね。新幹線待ってる間に、ね、そう、新幹線の待ち時間が30分ぐらいあったのかな。 ありました。具沢さんはあと2分で発車って走ってきたから、走ってて、そう、まだ間に合う、あと2分あるっつって走ってって、 俺らそんな急ぎたくないから、はい、のんびり行きましょう、のんびり行きましょうっつって、待合室って暇になっちゃったから、はい、じゃあ一狩り行こうぜって言って、ほらラスボス戦やったじゃないですか。やりました、やりました。そしたら水木さんが三没したんですね。言わないでください、恥ずかしい地面光ったら、光る前にこう逃げてくださいって言ったら、力尽きましたっつって水木が力尽きましたって。だってあれ、最後の怒涛の攻撃やり、やばくないですか。だんだんね、やばくなるから、はい、距離取りましょうねって言って地面光ってるのに、バリバリ地面光ったらど真ん中にいるから。じゃああれ、逃げようとしたんですよ。あ、したのね。もう間に合わなかったの直撃かかってたから、後半のね、5分、10分で3回死んだから。あれはちょっと無理でしたね。そうね、はい、もう一回頑張りましょう。もう一回頑張る。じゃあ軽く知らない人のためにスペック説明しておきましょうか。はい、お願いします。いつもの仕事、319のミドルでございます。はい。で、へその振り分け、分かりやすく半々です。ただ、まあ初代と同じといえばいいですけど、振り分け半分負けたら3ラウンドで通常でございます。どう、だから天国と地獄がはっきりしてるんですね。はい。で、見事その 50% 突破して右取れると 81% 継続のオール1500発。いや、すごいですよね。オール1500すごいですよね。すごい、うん、でオール1500発ってスロットで言ったら毎回毎回300枚ですからね。いやすごいな。そう、あの速度で。ゲンさんより速い。ゲンさんより速いです。ゲンさんの 1.5 倍くらい速いから、ゲンさんはちっちゃいあたりをこう積み重ねていくタイプなんですけど、うん、こいつは一発一発がでかいので。そうね。ちなみにこれ演出のモード選べるんですよ。先読み消したりとか。おー。で、今多分デフォルトはおすすめになってるんですけど、僕おすすめ推奨です。で、なんでかっていうと、これ今僕先読みちょっと軽く走ってるんですけど、はい、当たる可能性あるじゃないですか。で、こういう時にちょっと止めとくことによって、うん、当たりの放流の後の無駄にへそ溜めることを防げるんですよね。あー、なるほど。ステーキみたいにへそ落ちの概念はないんですけど、はい、一応その余分な放流で右で当たっちゃうと319で、うんうん、その1回分、まあ、ちょっと軽く損しちゃうので、あまり余計な放流は溜めない方がいいという意味では、先読みが走ってくれた方がいいってことですね。そう、止められるんで。で、あとはその先読み消しと保留変化だけになるんですよ。で、よくガロ剣ぶっ刺さるやつじゃないですか、はい、で、あれが先読みがない方のが常に期待はできるんですけど、先読み入れとくと先読み走ってる状態でガロ剣飛んできたりするともう、うわーってなるわけです。これ、はあはあ、これ先読み走ってる状態でガロ剣今飛んでこいみたいな。なるほど。で、ちょっと特殊な遊びができるので、まあ、僕がおすすめにした方が面白くはある、うんうん、で、ね、この色、おっと、おっ、分かった。緑か。でもチャンス。今のこうガッて上がる演出が、はい、一番上まで上がりきるとパッドランプ回るんですけど、はいはい、あの演出だけでもちょっと信頼度持ってるので、でもゲジさんですね。あ、ぶれた。さらに上がる。おーおーおー。あ、黄金騎士強いよ。で、こっから先はやっぱりガシャンと MFOG がね、はい、来てくれれば。あら、朝から。だから僕ガロ強いんですよ。これ縛るのが一番いい。あー、ただリーチ。ただ今黄金騎士出てるので、はい、突破はいきますね。最終剣にはいきます。これたまに絆 SP とかに切り替わることあります。そう、絆の概念があって、絆 SP いったらもう信頼度バカ上がるんで、はい、どの絆で SP でも多分 50% は超えてます。おー、とにかく絆でできたら熱い。クソ熱い。
で3人絆いったら雨宮 SP いくんで、はいはい、赤い、うわ赤い、あるんじゃないですか。ここから一泊置いて欲しいのが PFOG ね。OK、あないか、ない残念。でこのガロ SP はどれもこうそんな変わらんというかチャンスアップ次第、できれば赤にならない、緑、緑、まあ、ちょっと弱いですね。ただこんなんでも全然当たるときは当たります、はい、チャンスアップは一個もないですね。不安、うん、僕はもうね諦めてますなんかの間違い、ボタン、あー、はい、残念。まあでもね、あのよく最後まで行く台はいい台だっていうお体あるんで僕の中で。なるほど。さあ私1万円消えましたね。まあ私も消えました。2枚目僕そのユニコーンの機種紹介の仕事やったんですよ、はい、はいはい。で俺ユニコーン見てなかったから、あのほら水木さんガンダム好きじゃないですか、はい、シードとか好きでしょ。好きです、好きです。で俺最近のガンダム知らなくて、はい、どっちかというとユニコーンっていうとあの曲がニコ動とかでネタになってることが多くて、はいはい、ファー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 から入ってくるやつ、はい、どっちかというとあの下ネタとかなんかいろんなやつで、はい、でそっちのことばっか喋ってたら、はい、ガンダムファンが激切れしたんですよユニコーン人気ですからね。そうコメントめっちゃ書かれた、はい、そうだね、ユニコーンめちゃめちゃ人気で、で、まあ、曲とかも良くて、はいはい、あとケミストリーの曲とかも流れるんです、ね、そうそうそうし、内容もすごい、ストーリーも面白いので、うん、ファンが多いんでそれは怒られます。そうそこであのそのネタになってるファー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 が書かれたために俺爆笑してたんですよ、はい、したらなんかそういう深刻なシーンでヘラヘラしないでくださいみたいなすごいいいシーンなのにって、なんでヘラヘラしてるか意味が分かりませんって、原作に愛のある人に仕事振ってくださいってすごい書かれた。めっちゃ怖かったイエリコーンって言うからそれ真似してたら、はい、またすげえ怒られた、はい、怒られたからちゃんとアニメ見ようと思ってだ、ね、アニメ見てからだったら怒られない、怒られない、うん、俺あんな怒られたの初めて。あのガンダムは本当にガチファンがいっぱいいるんで、あのファンが怖いときってさすがに慎重になるんですよ、はい、で一番慎重になったのが窓マギ、窓マギはね窓マギはね下手なこと言えない、言えない、ギリさんまで行きました。おマジで、はい、だが天運、天運、天運あるぞあるぞあるぞ、天運来た、赤ワンチャンあるぞ、ワンチャンある、とりあえずガシャン閉まってほしいな。そうですね、うん、天使いない、いないですよね、天使いないですね。ガシャン、ガシャンじゃないですね、キャラリー手発展の方ですね。まあそれ行くのは捨てる、うん、問題そこからっすね、こっからです。ガシャン、ガシャン、ない、ガチャンしない、ライガーっすか、ライガーで相手キバと戦うやつですね、ですね、キバのやつ、青出せ、いやダメだ、なんで天運出たんだよいやこれがね、まだ分かんないんすよ、カシなんかやっぱ入らないですね。でもあとはもう当落デバイス次第ですね。剣来い、剣、そこで剣来たらいいな、なんもない、はい、わあ残念、天運だったの、まあ、強いパーツが天運だけでしたね、でしたね、いろいろ絡んでくるんだよ、やっぱ、うん、ないないない、このエンブレムの後ろに黒いプロペラあるの分かります、分かります分かります、これ復活とか確定するときって、はい、上ガシャンガシャンじゃないですか、はい、あのときに実はパターンが2個、これたまたまか狙ってやってるか分かんないですけど、はい、先に黒いプロペラ回るときなんですよ、あれ超気持ちいいんだ。あのマカちゃん中とかも、はい、上がガシャーンって閉まるの確定じゃないですか、はい、閉まるときにいきなり閉まるパターンと先に黒いプロペラが準備に回ってブーンって回ってブーンって時が、ブーンってブーンって意味わかんないと思うけど、うん、黒いプロペラが回るとき超気持ちいいんですよ。これ見たいな、出しましょう、出しましょう。テツさんはガンダムシリーズ何も見てないの？初代、無印、はい、ゼータ、はい、逆シャーとかを見てます。昔の古いやつ、うん、今の世代というかそのシードとかから出てきた新しいガンダム世代のやつは1個見てないです。見てないんです、ね、はい、いやちょっとシード見てくださいよ、シード。あーシード女子ファン多いですよね。あめちゃめちゃいいですよ。あれなんかあの急にこの若い人 に、ね、にファンが出てきたから石田明様が、ああなるほどなるほど
で僕結構水木さんとこのほらカメラないとこでもおしゃべりするじゃないですか、はい、結構オタクっすよね。結構オタクですそう多分それでも一般の人はあんま知らないですよね。まあ多分アニメとか好きっていうのは知ってるかもしれないけど、はい、めちゃめちゃ声優さんとかが好きっていうのは知らないです。いやそう どっちかっていうとそっちのあのなんだろうキャラクターでいうと陰キャの方ですもんねそうですね。そんなイメージないけど、うん、あの趣味は陰キャですねそう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 。でもそれ結構男子からしたら、はい、ポイント高いですよ。えそうなんですか。そうただ水木さん俺が思ってるだけで一定のライン超えてるんですよ。まあまあなオタクっていうこと。そうあのアニメ好きとか、はい、その男性が好きなアニメ知ってるまでだったらまあ、はい、あこの子いいなと思うんですけど、はい、結構声優の話ガチで始まるからだいたい下にさん付けする人そうなんですよ。今言った石田明さんとか、はい、あでもさまつけてた気がするな。さまつけるな。石田明さまですよただそのじゃあ石田明さんの代表作何ですかって言って、はい、渚かおる出てくる人ってまあ分かってねえなって感じするじゃないですか、はい、要はその時にあ渚かおるの人って言うとしたこの人普通の人だなって思うんですけど、ね、違う作品に出てくるとあやべえしょうがなこの人みたいなちょっと警戒するんですよね。なんでですか。いやなんかほらね、はい、深い人かなみたいな。あ、うん、あんま下手こと言えないなみたいな。言えたらやばいなみたいな。そう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 。だから石田さんのラジオとかも聞いてるんですよ。ラジオ聞いてるんですね、はい、まあ、なるほどラジオはね結構ヘビーですね。結構ヘビーですか、ね、たまんないなって。なるほど。しかもなんか今日ちょっとバタバタしてたんで聞けなかったんですけど、はい、毎朝やることが石田さんの声を聞きながら準備をするっていうのを。ああ、なるほど。もうだいぶですね。ですね。だいぶですわ。でもやるとそれやった日必ず書くんですよ。黄金騎士出ました。書くんですよ。あ、書くんですか。書くんです。でその石田様の恩恵があるわけですね。恩恵を受けてるわけです。はい。もしかしたらこの仕事したら会えるかもしれないですよ。会えるかもしれないですか。もう会ったら多分泣きますね。あ、ちょっとちょっと。おーおーおお。これで MFOG 完成で次にもう一回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 ガシャンもう一回ガシャン。あー、はい、残念。なんかなかなか出てこないですよね。まあ出たら死ぬとえぐいからね。鉄さんみたいじゃないですか。顔ね。思った。そう。そう。アスモディ、俺アスモディなんですよ。そう。もう俺にしか見えないもんな。当たんねえかな。チャンスアップないけど。ボタン。ガロケン。なんもない当たらない。残念。その後がちょっと弱かった。うん。なんかの間違い。だね。残念。もう2人とも分母超えてますよね。超えてます。はい、ね、なんでこうなるかな。得意なんですよね。得意なんですよ。で当たりそうですか。いや、あれいった、あれいった、いった。マジであれじゃないですか。もしかしたら、まあ、ここまでいけばもうあのワンチャンなんで、はい。PFOG 来ました。いやこんななんか緩い展開からあるんですね。ありますよ。しかも SP の中では一番強いやつなので、はい、これはちょっと当てたい。あ、青いからの明かり変化。青ちょっと怖いな。いやマジ何にもないっす。だいぶ右肩下がりです。本当 PFOG 以外何もないですね、これ今。いやでも最後にね、最後にね、剣がね、出てきちゃったりしてね、ないね。ないね。いや、復活ありますね。そうです、一応ね。さすがにだって、ねえ。ナイス。ナイス。まあ。知ってましたよ、てつさんがそうなることは最初から。3万円消えましたね。ああ4枚目です。怖
この番組だとなんでこんな当たんないんですか。いや、わかんない。本当絶望的なほど負けるんですよ、この番組。今日負けたら8連敗。今日負けたら8連敗。さすがに狙ってできないですよ、8連敗は。ぼったくり店で平打ちしてももう1回は勝てます。そんなには負けない、うんうん、あ、何何、お、当たったありますよ。これ 50% 超えです。 50% 超え。それあのガロケンストックなので、ガロ保留というよりは、はい、このデバイスの発動を1回ストックしてます。あ、音だからロッケンストック。あ、いいな。あ、そっちか。なんか弱い。いや、まあまあまあ、発展先によっては、まあ、一番上まで行けばいいけど、なかなか上まで行かないからな。その一番手前に熱いのだったらいいけど、どこまで。うい、それ超えたからの、もう一個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 、行かない。あー、まあ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 、おそらく登録デバイスがガロケになるんで、あ、そっちのコース行ったか。こっちのコースだとなんか弱いですよね、うん、あ、でも、あ、あ、青なんですけど、青ちょっと弱すぎた。青なんですけど、ガロケンストックしてるシナリオというか、はい、系の中では一番あんまり行ってほしくないパターンかも。一応チャンスアップ、青。チャンスアップした。緑、緑、赤まで行きたい。もう一丁、もう一丁。あ、でも全然ありえますよ、当落のガロケンはパクってるんで。そこ当ててほしいな。いや、マジでお願い。やっとガロケン触れるんだよ。行きます。行け。うわー、外した。でも今行ってほしいコースじゃなかったもんな。そうですね、黒の列車だったから、うん、おかしいな、当たんないな。僕のこの番組の負のオーラが全部多分今まで3分割したのがこう2分割に凝縮されたんで。あ、じゃあ全部私に来てるってこと。そう、来てる。巻き添えです、巻き添え。いや、魚タクシー帰ってきて。あっちの島の角から お客様って言って首って言われますよ。首って言われます。まさかの4万円目。多分過去最高スピードじゃないですかね。いや、過去最高スピードですね。誰かしら当たってますもんね、いつも。あ、またサヤが登場しましたが、先読みはないんで。変動する瞬間。おっ、当たった。おー、マジか。そう、先読みがこうなきゃいけないってわけでもないんですよ、はい、まさかの。次はだってこれ 50% だから、これ2回やれば立ち算ですよ、僕だから。当たりますね、じゃあね。当たります、ります。ちょっと見ようかな。よかった、よかった。何が起きるの。黒の列車じゃないですよ、今回。大丈夫ですか。見ようとしたら思ったんですけど。あ、普通コース行ってます。普通コース行ってます。普通コースは歩んでおります。さあ、これ継続かな。待望、待望。あ、待望2連続。待望の場合は多分技術派の時多分違うのが出るはず。緑フラッシュ。燃えて何出る。天運とかがいいな。守る、守りし者。守りし者、超強いよ。超強いですか。確かに。そうなんですか。え、待って、守りし者なんだっけ。調べよう。天使いた、天使いた。天使だ。天使いましたよ。素晴らしい。ガシュン、もう一回ガシュン。もう一回ガシュン。おー、来たー。おー、来た。来た、来た。素晴らしい。これ完璧な流れじゃないですか。天使ものって何だったっけ。あ、鉄さんです。戦い相手は鉄さんです。あ、浅間地さん。私ですか。あ、いや、緑か。歌詞は流れてないですね。でも一応チャンスアップ、青、緑。いや、それいけそうだな。赤まで行かなきゃ。なれ、なったー、なったー、なった、なった、角、なった、なった、マカちゃん角です。そうなんですね。素晴らしいでございます。おめでとう。
やりました。ついに更新3万500円。あ、ごめんなさい、守りすもの確定です。確定、うわ、はい、確定だったんだ、はい、クソ強いどころじゃなかったです。しかもこれで右確定ですよ、うん、右確です。7なんでもうあのお任せしました。レッツさん、いやーやっぱ強いなー、頑張りますよ、本当に。初代モードでいきます。 OK です。はい、いやー嬉しい。俺も続きたいな。これでだって魚拓船来ておいって言われるの僕だけですからね。そうですね、魚拓船私は当てましたよ、右入れましたよ。いいなマジ守りしものそれ確定ですって反応できなかった自分がちょっと悔しいですねなんだっけ全然見ないやつだそれと思って確定だもん、それは全然見ないですよね。全然見ない。頑張ります。頑張ってください。右打ち 81% ありますからね。そうですね。水柄ここからですからね。そうね、1回目すごいプレッシャーあるんですよね。いやー、あー黄色いのがない、言ってた黄色いのがない。あ、やばいやつ、やばいやつ。まあ、でもね、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。魔人ゲートにしよう。魔人、ま、魔ゲ、なんて読むんだこれ。魔獣、魔獣、魔獣じゃない、魔人、ピンク色のやつ。魔人、ピンクはね、キババトルですよ。キバオーガね、キバオーガは攻撃ゲートマックスなんですけど。そう、あのマジンゲートは強制キババトルなんで、はい、あのまあラオウみたいなモンスターから敵が同じで攻撃のパターンで変わるみたいな。なるほど。攻撃の種類によるんだよな。どれだ、あ、強攻撃だ。え、まずくないですか。でもね、まあまあ魔界モードにして出てくるよりはマシですけど、ヤバいには変わりない。あまりよろしくないですね。え、いや、やだよ、タンパクとか食らっちゃったし。お願い、やだよ。ここは超えてるね、単発はまずきついな。頑張れ。あー、あぶねー、それ一発あるけど。わーお、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない、諦めてくれ。ビケテケンって、わー、マジ単発だ。いや、しまったな。まあ、こういうこともありますよね。まあね、長く打ってりゃこういうこともあります。 19% 引いたんです。一発で 19% を引いたんです。やだー、もう楽しみなかった。だからほら、黄色いのないとこうなんですって。私なんか知んないけど、あ、まあ確かにね、さっきも言ってたの当たりましたね、はい、黄色いのないと、魔界がないと、そう、この時点でちょっとヤバい説、ヤバい説。コメントで募集してみましょうか。募集してみましょう。あ、あ、気づいた、やった。あ、なんか多分今の俺の音なのかな。あ、え、当たった。え、なんで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 、何が当たった。え、あの、全回転、全回転、うん、おはようございます。すいません、はい、すいません、すいません、1時回ってる。あ、ちゃん、すいません、